ばんは。こんばんは。恋愛ダメンズ構成委員会の時間がやってまいりました本日ゲストにお越しいただきましたのが、ジョーです。ジョーさん、はい、ジョーと申します。はじめまして、ジョーさん。はじめまして、ジョーと申します。なんかね、ご縁いただきまして、ありがとうございます。勇気を持ってはこの番組さん出演してくださいました。ありがとうございました。緊張してますつい30分前でしたよね、お会いしたの、はい、で何の下あの打ち合わせもまだなしに初めてお会いしたジョーさんにその恋愛の確信無理をいきなりこうね、あるというなんかあれです、取り調べに会うみたいな雰囲気ですねいやすいません、グラサンかけたままで。いや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 、なんかね、グラサンをかける主義だそうで、主義って、であの尾崎豊さんにね似てらっしゃるコンテストで1位っていうなんか素晴らしい名誉な、はい、ね、賞ですよね。本当に、意識したこともなかったんですけども、本当優勝させていただきまして。そうですか、はい、もう全国の尾崎豊さんのファンに嫉妬されてしまいますねいやもう本当に、こんなんですいません。いえいえいえ、はい、もうなんかかっこいいですよ、雰囲気ありまして。ありがとうございます。で靴もね、スニーカーも皆さん見えないんですけど、ちょっと赤いスニーカー履いてて、とってもこうロックな感じですよね。ロッカーですので、はい。あ、ロッカーなんですか。ロッカーなんです。あ、お仕事とかもね、はい、何もまだね聞いたことがないんですよ。はい、じゃあちょっとあの初めましてなんで。すいません本当に。お仕事ロックのお仕事。いや、まあ仕事って。ちょっと聞いてみて大丈夫ですか。はい、本当皆様はじめましてなので、JOE って書いてジョーと申しまして、はい、ギターボーカルで、はい、今ソロで活動してます、かっこいいですね、はい、昔バンドでやってたんですけども、当の昔に解散しまして、あ、はい、今ソロ活動でやってまして。あ、そうなんですね、はい、ギターって言ってもいろんな種類ありますよね。エレキギター、ずっとエレキだったんですけど、最近はあのアコースティック弾き語りみたいなのもやったりもしてます、ね。こういう小さいやつですか？いや、それはウクレレです。あ、ウクレレか。それはウクレレ。普通のアコースティックギターですね。へー、はい、とかもやったりもしますけど。あ、そうですか。はい、じゃあ路上で演奏されたりとかしたことも？路上はまだやってないんですよ。あ、まあ、チャレンジしようかなと思ってますけど、はい。あ、そうですか。まあ、だいたいライブハウスですね。あー。はい。で、まあ、先々週は、まあ、地上波というのは、うん、千葉テレビのですね、うん、チアップインディーズ系という番組の収録ライブに参加させていただきまして、はい、でまだ放送日は決まってないんですけど、はい、その模様とかですね。あ、そうですか、はい、歌はどんな歌われるんですか？歌はやっぱりロックがメインなんですけど。あ、じゃあ尾崎豊さんとか。普段は歌わないんですよ。あ、そうですか、はい、普段は歌わないんですけど、うん、まあ、そのイベントの時は歌いました、うん、作詞作曲とかも。作詞作曲してます。あ、はい、されてるんですね。普段はもうロックなんですけど、まあ、ライブやる時って大体、うん、まあ、例えば何組かバンドが出たりとかするので、大体持ち時間30分とか25分とかあると大体5曲ぐらいなんですけどね、1回のライブで。大体もうずっとこうノリノリのロックばっかりだと疲れちゃうんで、真ん中あたりにこうバラード入れるんですよ。バラード入れる。そのこうガラッと雰囲気が変わって。愛ですね、なんか愛じゃないですか。いやいや、もうやっぱりずっとノリノリだと飽きちゃいますから、間にこうバラードを入れてね、でガラッと違う雰囲気で。だからロックだけじゃなくてバラードも歌いますし、いろいろもう音楽がとにかく好きなので、うん、幅広くなの で、はい、カラオケとか行ったらもう、え、こんなのも歌うの、のを歌ったりします。はい、そうなんですか。はい、なんか楽しみですね。なんかどんな歌歌われるのかとかね。もう私とカラオケ行ったら絶対盛り上がりますから。あそれは自信あります。そういえばなんかこうご紹介したいのも、そういえば確か、ね、それが遅れてるかどうか。あ、本当あ、そうなんですね。今なんか探してる感じなんですね。わかんないですけど、はい、そんな感じで。そうですか、はい、今回ね、こちらの打診があったと思うんですけど。あ、はい、ありがとうございます。なんかタイトルが、ありがとうございます、はい、ね、
恋愛ダメンズ構成委員会じゃないですか。はい、そうね、どこら辺がこう刺さってというか、はい、まあね、どんな思い出が多いなのかなとか、あの付き合っちゃいけない男の 3B ってあるじゃないですか、うんうん、あるんですか、なんか昔から言われてる 3B って、ええ、なんですか、まあ、バンドマンですよね。あ、バンドマン。バンドマン、バーテンダー。バーテンダー、はい。あと何でしたっけ？バンドマン、バーテンダー、美容師？あ、美容師、あ、ダメなんですか？付き合って。その。合ってるあの美容師さんって髪、うんうん、ね、触ったりするから、はいはいはい、女性がこう心開きやすいんじゃないですかね、多分ね。あ、でも、はい、大変な世界じゃないですか。あの。うん、ね、ずっとシャンプーで下積みしてみたいな、だからまあ分かんないですよ、分かんないですけど、うんうん、3B の中にバンドマン入って、バーテンダーもやっぱり、ね、お酒飲む席でお話聞いたりし、うんうん、ね、うんうん、そんでやっぱもうモテるんじゃないですかね。ああ、そっか、モテるからダメなんだ、付き合っちゃいけないってことなんですかね、まあ、付き合っちゃいけない、まあ、バンドマンは多分モテますね、まあ、女性が結局付き合っちゃうけど苦労するみたいな、多分代表にされちゃうんじゃないですかね。苦労する、あ、やきもち焼いちゃうもんね、まあそ、まあ、若いうちはそういうのあるよね、まあ、バンドマンって基本的に大体お金ないですから、うん、ああ、そうですか、はい、なんかあれですか、あらららら、ありがとうございます、バイバイ、あ、局長いつもありがとうございます、見せてくれるんですね、まあ聞いてて、ありがとうございます、衣装の色合いもぴったりだって、あら、ちょっと今日ね、ちょっと ピンクの感じにしてきた、そうですね、確かに、あ、とピンク、うん、なんか衣装の色合いぴったりだ、 ありがとうございます、はい、なんか華やかな感じで良かったですね、今日暖かかったですからね、うん、暖かかった、昨日雨だったですけど、うんうん、今日暖かいんで、うんうん、春っぽい感じで来ました、ですか。すみません、あのグラさん、ありがとうございます、グラさんかけたままなんですけど、一応あの歌うときはもうあの素顔出さないコンセプトでやってまして、あ、ね、うん、はい、あっていいと思います、こんな感じでやってます、はい、そうですか、これ生放送ですよね、うん、生放送ですよ、いやもう本当初めまして、皆さん初めまして、今度千葉テレビも出させていただくんですけどね、地上波の、そっかそっか、そうですか、トリガーズ EF は素晴らしいですね、素晴らしいですよ、先ほども本当そうですよ、ええ、教えていただきまして、あ、そうですか、やはり、ね、スタッフの心の持ちようが素晴らしいですよね、スタッフというか代表者の方もそうなんですけど、もう本当にもう代表者っていうか、ね、素晴らしい、そうなんですよ、とんがったホスピタリティ、あ、そうですね、日本一とんがった、そうですよ、ね、放送局という、言っちゃいけないことないって言ってました、最初に言っちゃいけないことないですって、どうしますもう大丈夫ですよ、これはもうダメンズトークになると、ええ、やばいなって自分の中でも、あの、ええ、どこまで出していいかっていう、そう、あ、そうですか、これからね、ええ、頑張って売り出そうっていう時に、ボロボロのあんまり本当のこと喋りすぎちゃまずいなって自分の中でちょっとね、あの、謎のイケてるロッカーで行きたいのに、まあ、ダメンズをあんまり出しすぎちゃまずいなっていうのも、まあ、ちょっと考えてありましたんですけど、あの女性若い、ずっとでもずっとモテてきた感じですか。いやそんな学生の頃とか、まあ、あの高校生の頃ね、うん、目立ってましたよね、やっぱ学校の中でも、あのバンドをやったりもしてましたし、その頃から やられてる、そうですね、学生も高校の時は、学園祭でバンド5つ掛け持ちしましたから、すごい、ギターで、自分のメインのバンドはリードギターなんですよ、はい、で、うん、友達のアメリカンロックのバンドで、うんうん、そこはキーボードヘルプしたり、うん、で一緒にギター始めたやつはヘビメタ好きだったんで、うん、あの、はい、ヘビメタのドラムを叩いたり、そう、一緒にギター始めたやつをステージ立たせてやりたくて、あ、ヘビメタのドラム叩いたり、はい、もうあのとにかく音楽が好きなんで、あ、楽器全部やるんですよ、なんで、後輩のバンドで、まあ、それもヘビメタのバンドでギターボーカルやって、はい、あと何でしたっけね、あ、
ベースもヘルプしましたね。友達のバンドで。あ、何でもできるんですか？楽器は大体そうですね。大好きなんで。好きなんですね。全部やるんです。だから5つのバンド全部パートが違うっていう。これはなかなかいないんじゃないかと思うんですけど。あ、なかなかいないですね。確かに。はい、そうなんですよ。で、まあ、パート違うんそうなんです。なのでいろいろ本当に音楽が好きなので。そんな高校時代だったので、じゃあ相当こうキャーとか学校の中ではバレンタインとかあの後輩の女の子から お手紙が届くんですよ。お手紙が届いて、ラブレターでも今死語だよね。ラブレターをお手紙が届いて、いろんな畳み方をしててっていう、あ、こんな畳み方あるんだみたいな、こう、あ、いろんな畳み方、いろんなね、そういう時期もありましたね。そうですか。 10代の頃、じゃあ相当ラブレターもいろいろ、まあ、どんなこと書いて、目立ってましたから、学校の中でやっぱりバンド、あ、まあ、バンドやってるやつらがいたんで、結構、うん、そいつら集めてライブハウスを貸し切りして、うんうんうん、ライブ自分で組んだりとか、うんうんうん、高校生の時にやってたんで、うんうん、確かに、ね、結構バンドブームでしたよね。そしてすごいモテたじゃないですか、やっぱりそこら辺はね、まあ、そうですね、バンドブームでしたね、うんうん、そうなんですよ、そしたらそのまま婚期に入っていくじゃない、はい、結婚の婚期、婚期、うん、婚期ですか、うん、結婚はね、高校出てその後高校出て、うん、東京に来て、うん、まあなかなかね、プロを目指されたい、まあ、最初は音楽で食っていきたいってやっぱ思ってましたけど、うんうんうん、でもやっぱりね、学生、うん、まあまあこね、学生時代新聞配達で学校行ったりしたんですよ、東京出てきた時は。あ、そうすると、まあね、そんなことで、まあ、なかなか出会いもないですし、なかなか出会いもない、うんうん、高校では目立ってましたけどね、うん、なるほど、なるほど、でも卒業間近になって、うんうん、なんかね、あ、狭い世界で戦ってたな俺と思ったんで、まあ今だと、東京に行こうとは思ってたけど今だと、急遽東京に出てきてっていう、うん、まあ最初の本当の漫画に出てくるようなボロアパートから、うん、あ、すごい、新聞配達のその寮ですね、新聞店の持ってる寮に、うん、まあ、4畳半の日の当たらない部屋から東京の生活が始まったんですけど、そうですか、そんな生、まあ、い立ちの話になっちゃいましたけどそんなとこから始まって、あ、そうですか、はい、そんなこともありましたね。もう今思い出しながら、うん、そんなこともあったなって思いました。いや、若いと何でも絵になるし、詩になるし、あれですよ、ドラマですよ本当もうそれね、やっぱりその年代で経験するってすごく素敵なことですよね。まあ、うん、まあ、そうですね、まあ、うん、ある意味、うん、その若い時の苦労は買ってでもしろっていうのをやっぱり思いながら、うんうんうん、冬は寒くて布団から出れない子だったんですけど、うんうん、新聞配達そんなこと言ってられないですから、うん、雪降ってる中を自転車も、うん、300件配るんですけど、うん、雪の中を自転車も動かなくなるんで走って配ってます。あ、すごい、じゃあ暑いああ走るとあったか、温まるんで、温まる、はい、そういう、自分これでいいんだっていう、こう強く、自分で強くなれてると思って。どのぐらい続けてたんですか？結局3年やりましたね。あ、もうしっかりやられたんですか？3年やりました。3年、うん、そうですね。うん、そう、梅雨の時期なんかは新聞だけ濡れないようにして、うんうん、でカッパ着て走ると汗かいちゃうんで、うん、逆に T シャツと短パンで鉢巻き巻いて自分はズボン濡れになって新聞だけ濡れないようにしてとかやってましたね。いや、今なんかすごいお話ですよねこれなかなか聞けないですよ。すごいなんかこんな話すると思ってなかったんですけど、うん、いやでも本当そう、だからそれはあれですか、言われてるわけじゃなくて自分から、ね、短パンとあれと鉢巻きっていうスタイルを選ばれたんですか？そうですね、もう走るから、うんうんうん、暑いんで蒸れちゃうんでカッパ着てると。あ、なるほど、ね、逆にもうズボン濡れになってそうなんですか、やってましたね。その思い出すと素晴らしい、ジュークの子ですよね。ジューク、うん、もう素晴らしい、なんか感じで人を働くって感じあるじゃないですか、はい、あ、それね、隣の国にはないらしいんですよ。働くことは労働って言うんですって、はい、労働って労働、はい、でなぜかっていうと、この仕事してこう働くっていうのは、はい、こうね、命令する側と、うん、こうされる側で動くって、それが
労働っていうのはあるんだけど、はい、働くっていう感じは ないらしいんですよ。知らなかったんですけど、私も労働の労でも働くっていう感じなんですよ。違うんですか、うん、動く、あ、動く、あ、そうか、労働の労は、うん、あ、そうかそうか、うんうん、でその人が動くっていう、まあ、その自分で動くっていうね、自ら考え判断行動みたいな、はい、自分からこう奉仕するみたいな雰囲気でこう真面目にこう働くっていうその感覚、うん、なんかなかったらしいですよ。日本だけなんですか、人間に動くで働くって感じ、うん、そうなんですね。で今その短パンと T シャツの話を聞いてまさに働く人と思ったのそう、自分からさそのスタイルをね、うん、こう選ぶっていう、自分だけは濡れないように、うんうん、そして自分はずぶ濡れになりながら、あの、ね、すごいですよ、もう職人ですよ、うん、そう、チャリンコの前にこう見えないぐらいこう積み上げるんですよ、こう、私見たことある、そういうの、うん、でし、あの届いた新聞を包んでたビニール袋でこうちゃんとこう筒状にして、前はこうで職人、ね、もう後ろもこう積み上げて、すごいよね、あ、ほんもう今それできる人いないから、やったら逆に写真とか撮ってもらいますよあの外国人の観光客とか珍しいと思って。もう職人技でしたね。です、あの昔のさラーメン屋さんとかお蕎麦屋さんとかこういうのあるんじゃない、自転車の、ね、昭和のね、あれも今できる人いないと思うけど、うん、あれをもしやってたらもう感動して、あのますます観光客増えると思う、外国からの、そうですね、うん、外国からの観光客を増やすためには、うん、もう蕎麦屋のこれとラーメン屋のあれとあの新聞の運転手、新聞あの、うん、チャリンコですよ、チャリンコ、あ、まあ、そう、チャリンコで自転車ね、それも、うん、川を越えなきゃいけないんで、うんうん、こう橋を渡るのにこう、うん、すごい坂道をこう上がるんですけど、うんうん、勢いつけていかないと、うん、途中で止まったらもう全部倒す、あ、そうですか、そんなこともありました、ね、聞きました、こんなスリルのあるそんな、なんかこんな話になっちゃいましたけどそんなこともあったなって、いや、これやっぱりね、実体験をしてる人じゃないとそこら辺の力加減わからないですよ。思い出しながら喋ってますが、うん、ああそんなことあったなって今思い出しながら喋ってますけど、そこでここからあの一旦あの後半ちょっと恋愛に舵を切るわけですよね。そうですよね、ちょっと思い出しながら忘れられないあの方のことをなんかあのちょっとお話後でお話しいただけたらなって思います。まずあの CM の方お願いします。あ、 CM ですね、はい。警備のおじさん見た？うん、そういえば見てない。いつもこのぐらいの時間に来るよね。休みじゃない？なんだこれ、赤ずき？捨てていいやつかな。ミカ、膝で諦めないドクターバランス、一歩目から違いを実感、ここ踏む。ありがとうございました。すいません、今のインソールがですね、あ、毎回ちょっとさせてもらってるんですけど、うん、どこで買ったらいいんだってね、すごくね怒られて、ちょっと、うん、買おうとしてリピートして買おうとしたんだけど探せなかったんだっていうのをですね、こう
訴えてきてくれた私の知人がですねおりまして、あのインターネットのココフムというサイトをネットで検索していただきますと、あのこのように、測定装具が測定装具のココフムがこう買えるようになっています。インソールっていうとどうしても靴の中にね、うん、こうサイズを調整するために入れるっていうイメージ強いんですけど、うん、こちらはどちらかっていうとあの測定装具をこうモデルとしたちょっとこう違ったアプローチのインソールなんですよね、うんうん、ですがちょっとねあの特に膝とか足のこう疲れとかこう違和感感じるような方はあと自覚ないんですけど結構負担かかってたりしますので、うん、ぜひちょっとね使っていただいて、うん、良さを実感してもらいたいと思う。いやそういうものなんですよ、うん、良さを実感してもらいたいってものは、うん、だって分かんないじゃないですか、うん、言葉で表現しても、はい、うん、でなんでね膝が痛くあんまり、ね、痛くなるのかとか、うん、ここのラジオは言っていいっていうことだったんで、うん、いろいろねなんかそういったことがこう調整されて、うん、腰とか肩とかストレートネックとか背中のコールとか、うん、全部に影響するんですよ、うん、あの足の裏に入れるのって、うん、これって実はすごいことで、うん、そのインソール入れることの重要性をまだまだ認知、うん、なかなかされてないところはありますよね、うん、あのね足が疲れにくいとか足の裏痛くならないっていうことだけではないんですよ、だけじゃない、うん、ぜひともね本当にお試しいただきたいなって思ってます。もう若い人からあと大体持ってませんからこの製品は、うん、プレゼントにももう最適老若にゃんにょ、うん、あの男性老若にゃんにょ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 老若老若なんにょ老若にゃんにょ私これ言えないの老若なんにょ男女とま問わず、うん、そうですね、うん、プレゼントなんかにも最適かなっていうふうに思います。私もさっき初めてお聞きして、うんうんうん、これは本当に広めたいと思いました。あ本当いや結構ね結構ビビりますよ。いやもうこれは素晴らしい。あのね私が一番ね違いを実感できるのはねパンプスを履いて、はいはい、道路ってちょっと微妙な坂になってるじゃないですか。上り坂とか下り坂パンプスで微妙な坂ってめちゃくちゃこう歩きにくいんですよ。疲れるしそれがすっごい楽なの。特にちょっと坂になっている下りの、うんうん、下りを降りていくのをパンプス履いて降りるときって結構危ないんですよ、うん、なんかね、うん、想像するとなんかこう分かると思うんですけど前のめりになってそれがつま先にこう足がそうそれがねすっごい違うの楽なんですよ。面白いですよ。いやもうこれも健康にでいいでしょ。絶対健康にいいですね絶対ね、うん、そしていっぱい歩いてほしい。このインソールを入れていっぱい歩くとすごく体にいいと思います。うん、うん、絶対いいですよね、うん、走ったりとかするすぐ膝とかねあれじゃないですか、うん、あんまりねそういう風になんか時間がちょっとどんどん経っちゃって あれなんですけどジョーさんにその思い出となる思い出深い思い出深いエピソードをですねちょっとお聞かせ願いたいなと思って。あの最初に言ったあの、付き合っちゃいけない 3B のね、はいはい、もうまさにそのまんまだったなっていう、うん、そのまあ結局ね、あのまあいろいろ付き合った彼女って言ってもどっちかっていうと本当なんていうんですかね、いい子ばっかりで。あそうですか、なんかいい子ばっかりで助けてもらったばっかりって感じですよね。大体出会いいろいろですけど、うん、普段普通の仕事してて、うんうん、仕事でとか、うんうん、とかですかね。口説かれるのはジョーさんからですか、その女性から来るのが多いんですか。いやもうそれもいろいろですよね。その時で全然あ出会い方も違えばね。あそうですか、いろいろそうですね長く付き合った方っていうのはどのぐらいになるんですか。どうですかね、なんとなく独身だってお伺いしたんですけど、はい、もしかしたらこの人と結婚してたかもしれないなとか、なんかそういう方もいらっしゃったかなとか、まあ、そうで、まあ、ずっとこのままかもなってこともなくはなかったかもしれないですけどね。そうですね、うん、あそういうその方とは結構長かったんですか。でも 2年とかですかね。2年同棲とかされたり、まあ
そうですかね。でもそんな悪いことじゃないですし、だって大人なわけですからね。そうですね、うんうんうん、あなんかご飯を作りに来てくれて、うんうん、なんかだんだん荷物が増えてって、うん、ああいいじゃないですか。だんだん帰らなくなって、自然な感じで。そんなこともあったりとか。年下ですか年上ですか。年下ですね。あそうですか、うん、じゃあもう完全に美化されてましたね。え美化されてた。いやいやもうバンドマンで年上の男性なんて、若い女性からさすごいこう美化されて絶対見てるじゃないですか。いやいやいや、まあ、ね、それ何歳ぐらいの時で夫が気になったんですか。いやもう30代とか。あ30代だ。それだったら30代だったら美化されてないかもしれないね。もういろんな経験があってね、まあ、そうですね、まあいろいろね、いろいろもうなんか、ね、ここで話せないようなこともいっぱいあるんだ。いろいろあるな。そうなんですね。差し支えがなければそれどうしてその2年間続いて、ちょっともしかしたらこのまま結婚みたいな雰囲気だったかなと思った方と、後半あれになっていったんですよかね。全国のそのバンドマンの男性に、アドバイスをする、そうですそうです。そうですね、バンドマン、バンドマンで女性の、ね、彼女に対してでどういうふうにしてったらいいかっていうアドバイスをです、うん、一般論として、まあそうですね、ちょっとねバンド歴長いんで、まあ、ちょっとお話ししてもらえたらなって。バンドマンはやっぱりそう基本的にやっぱり、お金ないですから、だいたいね、アマチュアバンドとかってライブやって集客してお客さん来てもらって、ね、ファンがいかに増やすか、ね、ファン、まあ結局時間割いて電車賃使って、でその時間に来てくれて、はい、入場料払ってドリンク代払って、来てくれるお客さんがどんだけ増えるか、なわけですよね。で結局ライブハウスで出演するには最低ノルマとかあって、まあお店ですからね、そのノルマ行かないと、まあ自腹なわけですよね。自腹、まあそんなんでね、ずっと冴えない売れないバンドマンやってたんですけど、ね、やっぱり夢に向かってバイト頑張ってとかね、まあ、みんな頑張ってると思うんですけど、みんなそうやって毎回集客でずっとバンドやってた頃からも、まあ、解散してソロになってからもそれとずっと戦ってるわけですよね。なるほどね。そうですね。だから、でもねやっぱり作詞作曲もするし、夢だし、諦められなくて、まだやってるわけですけど、まあやっぱりでも、まあ、曲の言うと結局まあ男はまあ経済力だなっていうのは極論なんですけど、ねえ、だから、まあ、女性を守るためにはね、やっぱりその経済力がないといけないなっていうのは、もう切に思いますよね。あそうですか、はい、もうバンドマンの男性に言いたいのはそれですか。やっぱりまあ夢をかけるためにもね、そのバランスもあるし、やっぱ そこでそこがネックになってっていう感じなんですか。まあそれとか、まあすれ違いとか、まあいろいろね、思い返すといろんなことがあったんで、ありすぎて何か絞って、何話していいか。まあ、ね、そうですか、で, ね、でもねバンドマンね、私今まで一回も好きになったことないんですよ。てか出会ったこともないっていうことだったんですけど、バンドマンに熱狂してハマるタイプっていうのはですね、同性のタイプからいくと、どうでしょうね、その女性も女性のタイプとしても、まあ全員と言いませんね、例外もありますからね、絶対に例外がありますから、例外っていうか例外って言い方がそもそも言い方があるんですよね。決めつけられることではないんですけど、やっぱり特徴ありますよね、まあね、そこにこうハマれるっていう、そのハマり方がやっぱりね、でもすごくこうかあれだな、かっこいいなと思ってこうピッとこう来ちゃったらもうフォーリンラブですからね、もう見ちゃったら
その出会いがあれですよね、うん、音楽が好きでバンド始めたんですか、それとも女の子にモテたくて始めたんですか。結構女の子にモテたくてって人多い、多いじゃないですか。そうですね、そう、だから、もう本当に純粋にやっぱり、まあ、高校の時にね、うんうん、まあ、全部のパートでサポートしたりとか、だから、うん、まあ、モテたくてバンドっていうのは全くもう逆に、あ、そういう考えもあるかと思ったぐらいで、純粋にやっぱり音楽が好きから始まってますけどね、うん、私の場合。あ、音楽好き、どのあたりから始まったんですか、好きな音楽。もう、うん、まあ、子供の頃親父が車で流してる、うん、まあ、まあ、ちょっと世代が分かっちゃいますけど何ですか、アバとかね。あ、全然、だって今アファ流行ってますよね。アバ、まあね、うん、再度来てますけど、うんうん、まあ親父がこう結構洋楽流してたりしてたんですよ、うんうん、もうその頃からも音楽は好きだったんですけど、うん、でまあ高校生の頃に落第してきた先輩に教えてもらったのがロックで、うんうん、ロックって、ロックなんですよ。ロックってどこら辺のバンドに言いましたっけ。私クラシックバレエとかやってたからね、全然ちょっと分かんない。ロックが何だかもよく分かんないし、ロックバンドって何が流行った？あの当時ですね。世紀末とかでしたっけ？世紀末よりもっと前なんですよ。私のまあ高校生の頃。ロックってロックのバンドって、あ、X ジャパン。X ジャパンもそうですね。ロックバンド、ロックバンド。ロックですね。うん、ロック、うん、そうですね。あとなんかビジュアル系ですよね。うん、X ジャパンはね、うん、もっと遡ってって、うん、私がの青春時代っていうのは、あの私が一番好きなのは ARB っていうバンドで、うんうん、日本人ですか？日本の、あのロックバンドですね。で今俳優になられてる石橋亮さんがボーカルで、石橋亮さんがボーカル、はい、あのやんごとなき一族とかってドラマにも出てらっしゃったんですけど、ちょっと調べてみます。あの ARB の、うん、あの亮さんの歌にこう支えられたっていうか、教えられたっていうか、生き方を教えられたぐらいの、そうですか。だからロックって、うん、あの結局音楽なんですけど、うん、そこにメッセージが載ってるわけですよね、うんうんうん、演歌に近いですかね。演歌と、いや、あの演歌、曲調とかは全然違いますけど、まあやっぱり歌詞ですよね。歌詞の強さっていうか、歌詞そのメッセージがそこに入ってるんで、うんうんうん、そこにやっぱりこう支えられたんですよね、うん、だからまあその当時も ARB、 その高校の時にメインでやってたバンドっていうのがARB と、その当時モッツっていうね、その博多、まあ、博多明太ロックっていうんですけど、まあ、博多出身のバンドが人気だった時代があったんですよ。明太ロック、分かりやすいですね、はい、でモッツはパンクバンドで、うん、はい、まあそのコピーですね、モッツと ARB の、まあ、コピーバンドだったんですよ、高校生の時やった時、うんうん、だそのまあ本当ロックなあのベースはそこですね、はい、なるほど。そうです、ロックに教えられた、生き方も教えられたというか、に生き方を教えられた、生き方を教えられた、支えられたというか、傷ついても、はい、傷ついても、うん、頑張るんだっていうね、はい、うーん、そんな感じの、そのでも根っからのロッカーなんですよ。根っからのロッカーなんですよ。悔しいことがあっても負けないで頑張るぞっていうね、うんうん、そういうところから、うん、だからワークソングとかもあるんですよね、はい、ワークソングって ARB の、まあ、例えば、まあ、肉体労働でこう、はい、ね、もう汗だく油まみれだけど、うん、彼女の待つ、ね、うん、部屋に帰るときはもう 夢を見ながらとかね、あ、彼女を大事にするっていう、どうなんですかそれは、そこはそういう感情は、まあ、そういう、もうそういう、もうずっとだからロッカーでもロッカーってことは結構ハートが熱いわけですから、感情移入もできて、うん、そういう感じですから、結構こうあのあれなんじゃないですか、愛情を熱く傾けるタイプなんじゃないですか。まあ、多分私あの男兄弟で生まれ育ったので、あ、そう、女性ってもう特別な存在なんですよ、です私にとって。男兄弟何人ぐらいですか。男3人兄弟の真ん中なんですよ、はい、なるほど。だから、うんうん、まあ、長男と末っ子に挟まれて、うんうん、ちょっともともと生い立ち自体もちょっと変わってるんでしょうね。あ、そうですか。だいたい三兄弟ってそうなるみたいなんですけど。わかんないですけど。わかんないですね。あ、そうなんですか。ちょっと特有で。特有なんですよ。あの兄貴と弟とも全然生き方が違うんで。まあね、話があちこち飛んじゃって。学校は男子校とかですか。いや、あの共学だったですね。あ、うん、だから
高校の時はこうお手紙が感じだったんですけど、そうですよね、うん、まあそうですね、うんうん、そうですね、もういろいろ思い返すといろんなことがあったなって、そうですね、だから女性ってもうやっぱり、うん、もう尊い守るべきものって思いは強いですね、あの、ねえ、だって人間を産んじゃうわけですから、尊いってすごいね、いや人間産んじゃうって男はどうやっても真似できないことじゃないですか、人間人間産んじゃうって、だからもうやっぱり女性は不思議ですよね、守るべきものっていう思いはすごい強いですね、なるほど、そうです、だけどもその思いはあるんだけども、うん、まあ、バンドマンでね、うん、お金なくてね、うん、っていうね時代も長かったなと、こんなやつですけどお兄さんとか弟さんとご結婚とかは両方してます、あ、本当、はい、なんかそろそろとか言われたり しないですか、もうあのそれこそあの連絡まんま取ってくれないぐらい、 あいつは何やってんだぐらいの感じになってると思いますけどね、あ、そうですか、本当、いや、まあちょっと本当にね、本当にまあ、うんうん、だからこれからはね、うん、認めさせてやるぞと、そうですね、はい、うん、なんか秘策あるんですか、いや、もう秘策も何も、もう音楽で成功したい、もうそう、うん、なので作詞作曲もやってっていう、そうです、作詞作曲もしますし、なのでオリジナル曲もね、うんうん、まあ、この前の収録ライブでもやったんですけど、うんうん、まあそんなこんなで、うんうん、まあ、今度のね、うん、私が組んでいただいた特番でも、うん、ちょっとご紹介させていただこうと思ってますけど、楽しみですね、はい、何ですかこの特番どんな特番なんですか、まあ実はですね、うん、まあ今回機会いただいたのが、うん、まあ、尾崎豊あ、顔さっくりグランプリというですね、はい、イベントがありまして、うん、そのイベントに出させていただきまして、うん、あとの優勝させていただいたんですよ、うんうん、それで、うん、私がこうやってグラサンかけてね、普段下ろしてる前髪を、まあ、たまたまその時はまあジェルでね上げてて、でそれを見た時にあ似てるっていう思っていただける人がいまして、うん、自分では意識したことないんですよ、その思っていただけた人は男性ですか女性ですか、女性です、あ、そう、ミュウさん、ミュウさん、はい、番組持ってらっしゃる、あ、そうですか、ミュウさんなんですよ、うんうんうん、はい、それでまあ自分でも意識したことないし、うん、言われたこともなかったんですけど、うん、初めて尾崎豊に似てると言われまして、うん、はい、でそのイベントで尾崎豊顔そっくりグランプリっていうイベント出させていただきまして、うんうん、優勝させていただきまして、ありがとうございます、それでなんと私の特番を組んでいただけることになったんです、あ、ここで、そうなんです、あ、でもずっとあの歌を歌って、そうなんです、あ、そうですか、そうなんです、あ、このスタジオでですか、そうです、あ、じゃあ観客とかいるわけではないですよね、一応、そうですね、うん、はい、じゃあ収録する感じですか、そうです、生、生、それあの映像を流します、その時は映像流す、映像、あのこの前撮った映像とか、うん、そうですか、はい、じゃあもうなんかロックだから激しいですよね、結構、まあそうですね、うん、私の曲はロックですね、本当、ノリノリ、じゃあきっとこの辺のメンバーがここでもうノリノリじゃないですか盛り上がってくれますか、うん、もうねえ、もうそうなんです、もうロッカー、ロッカーなんで、ロッカーがロックを歌うときって、うん、お酒って絶対飲んでますよね、そうですね、そうだよね、ライブの時も飲んでます、大体飲んでます、うんうん、はい、お茶とか飲んでロックってなんかないもう飲んでますね、あ、本当、ロックってなんか、はい、なんかお酒とドラッグとサ、あ、こんなこと言っちゃうからあれだけどそれまずい、まずいか、お酒となんか女性となんかこうないかみたいな雰囲気で、まあまあ、すごくこうあれじゃないですか、はい、なんかロック、それ映画の見過ぎなのかもしれないですけど、まあロックってまあそういうもんですね、うんうん、まあそういう意味で言うと、うん、まあちょっとこの際言うと、最近のロックってね、うん、日本のロックってちょっとね、うん、ちょっとこじんまりまとまっちゃってないかっていうね、うん、私が本当にやりたいのは、まあ、これからなんですけど、まあ正直言うとあの、まあ、今ソロで活動してるので、うん、いろいろサポートとかをお願いしたりとかして、うん、バンドで復活しようと思ってるんですよ、うん、でバンドで復活した日には今まで日本にはなかったようなぶっ壊れたロックをやってやろうと思ってますんで、おもうまさにもう酒と
みたいな、うん、でもなんかロックだからいいんですよそれ。なんとなくそういう感じでいやロックがやらなければ地球上にそういうものが存在しなくなっちゃうじゃないですか、うん、もう本当あのロックってね、うんうん、あの常識外れてるんですよ、うん、もうガイタレが日本にこう来日した時とか、うん、酔っ払ってガイタレってあの外国のアーティストが来日した時とか、はい、酔っ払ってそのホテルの部屋をぶっ壊しちゃったとかそういう時もあるんですよいっぱい。あ、酔っ払っちゃって暴れちゃって。昔はガンズンローゼスってハードロックバンドがいるんですけど、うん、もうあのライブ客席満杯なのにボーカリストのねあのライブに出てこないんですよ。どうして？2、3時間遅れてくるって平気で、っていうのは常識じゃありえない。まあねそういうね、そのロックっていうのそれはありえない。ちょっと理由をちょっとなんとなく理由っていうかね、気分が乗らなかったですかね。気分が乗らないとやっぱりそんな大勢の前にこう立って歌ったりするってことがやっぱできないってプレッシャーなんですかね。やっぱりプロモーターももう大変ですよ。もう客席満杯なのに2時間経ってもボーカル来ないんですよ。ライブ始められないとか。他のメンバーはみんな揃ってるんですか？とかね、まあ、詳しくは覚えてないですけど、まあまあ、だロックって本当はもっとねぶっ壊れてるもんなんですけど、うん、究極の自分軸じゃないですかそれ。もうやっぱね自分軸を ね貫くのはね、うん、まあ、いい意味で日本人にもっと必要な部分だと思うので、ね、ロックをねもっと世に広めて、そうそう、あの自分軸で俺は神だみたいな感じで壊れた ね、うん、そういうのも本当はやりたいんですけど、うん、なんかさ、みんなさお行儀よくってこう全部ねあれじゃない。そうなんですよ、あのね、うん、そうなんですよまとまっちゃってるなっていう感じがしちゃってて、そう、完成されちゃったみたいなさ、完成不完全なのがいいんだよ、うんうん、何でも完成させようとしてダメですよね。常識人だから、うんかね、それはね、そう、うん、完成化されたっていう概念も日本あの完成されてるっていうのも人間の概念なんですよ。神目線では完成じゃなくてそれが不完全かもしれなくて、その壊れた状態が実は完成されたものなのかもしれないじゃないですか。そうね、うん、もう常識ないじゃもうどうにもならないんで、うん、そのバランスなんですけどね、まあ、本当はやりたいことはもっといろいろあるんですけど、うん、あ、そうですか。一つ一つ形にしていくためにも、うんうん、まあまあちゃんとね話もできないと話できないぐらいでどうにもならないですからね、ちゃんとしたとこも持ちながらの、うんうん、まあ考えてはいるんですけど、すいません、なんか話がね、いえいえいえ、大丈夫ですよ、話がまとまらなくてごめんなさい。もうなんかもうあちら CM も流す時間はなさそうですよ ね今回は。なのでまあ一応その特番あと7分、特番、その特番、はい、いいですよ。あ、すいません、もちろんもちろん、はい、ちょっとね、あ、紹介、あ、まだしてなかったです。だからさっき出てましたよね。出てました、あの、うん、ちょっと映像がね、あ、ちょっと、映像出せない、映像、あの画像ちょっと私準備できてなくて、あ、本当、あの28日の日曜日の夕方5時から17時から生放送で、うん、その尾崎豊カオソックリグランプリ、これさっきちょっと一瞬出てたんですよね。あ、出てました。あ、うんうんうん、そう、はい、尾崎豊カオソックリグランプリの、うん、優勝させていただきましたので、うんうんうん、その特番として、うん、組んでいただきましたので、うんうん、日曜日、28日の日曜日ですね、夕方5時から、うん、いや楽しみですね、はい、17時から、うん、はい、出させていただきますので、ちょうどあれじゃない、日曜日だからあれがいいんじゃない、こう海でこう、うん、夕日とか見ながら聴くようなロック、海で、いや分かんないけど湘南の海でお酒飲みながらチーズ食べながら聞くロックじゃない。そういうロックね、作ってやります、うんうん、そうなんですよ、うん、まあね、あのそんなだから、まあそのイベントを組んでいただいた、うん、はい、あのミュウさん番組持ってらっしゃるので、うん、あ、はい、ミュウさん MC で、うん、来ていただいて、あ、そうなんですね、やらせていただきます、はい、はい、それとまた別でのゲストもお呼びして、うんうん、皆さん今日は見てらっしゃいますかね。今日お伝えしたと思うんですけど、本当、うんうん、そうですね、後からも見ることできます。あ、そうですね、うん、じゃあ番組宣伝はね、そうですね、バッチリしましたって言えた方がいいですよね。せっかくが作っていただいたのがちょっと準備できなくて、本当、あ、本当作ってもらってたんですか。そうなんです、じゃあ多分見てます、絶対見てて流れると思ってたと思いますよ。ごめんなさい
すごい今までの中で一番なんかあれになって、せっかく作っていただいた。泣いてますか？泣いてはいない。本当に、あの本当ごめんなさい、準備ができてなくて本当に。あ、でもあの、まあ、28日の日曜日 の、うんね、の夕方5時から生放送をぜひ見ていただければと思いますので、そのロックの音楽を聴くときに準備しておいたらいいものありますか？ビールとか。そうですね、酒、お酒、そうですね、酒飲みながら楽しんでいただければなと、はい。それでちょっと生歌も歌いましょうかみたいな。生歌も歌うんですね、アカペラで、まあ、アカペラでそういうのもありかなみたいな。ちょっとね、どんな感じか楽しみですよね。ロック、まあ、生歌ロックでなくてもいいですけどね、うんうん、最近の曲でもいいですけどね、うん、そこで思いっきり愛を叫んで愛を歌ってたら、愛をね、愛をどうなんでしょうか、ますか、ね。まあ、どうなるかも私もまだ分かんないですけど、うん、ね、ご結婚、今更こんなふりあれですけど、ご結婚願望とかあるんですか？あの願望というか、はい、やっぱり自分の中での納得できる、うん、やっぱり経済力なんですね、やっぱ男は。ああ、うん、やっぱり愛する人を守れるかどうか、うん、なんか急に真面目な話になっちゃいます。いやそうです、やっぱ経済力がないと守れないですから、はい、まあ自分が納得できるとこまで、まあそれが先かなって。結婚したら幸せになれるって、うんうん、女性はね、結婚して幸せになりたいって思うのは当然なんですけど、幸せにする側ですから、男は。日本人の男性って本当素敵ですよね。あ、多分ね、他の国の男性であんまりこういうことを言う人あんまりいないかもしれない。そんなこと言うとよくないかもしれない。いるかもしれないですけど、幸せにね、なるためにはやっぱり愛があれば金なんて、なんていうのはやっぱり綺麗事ですよね。あ、うん、やっぱり経済力がないと本当ね、幸せにはできないですから。自分がまずそのね、納得できるところまで行ってからっていうふうに、うちの子たちにも聞かせたいですよ、ね、いや、やっぱりね、そこなんだって、子供を育てていくにもやっぱり経済力がないとね。だからそれからですね、なんか結婚可愛いよね、本当に、うん、私も子供好きですし、うんうん、何よりね、自分が生まれてきたってことはやっぱこう命の子をね、こう繋いでいかないといけないので、うんうん、子供は欲しいですけど、順番がありますから。なんか真面目な方ですね。ロックであれなのに、なんか型破りなこととか、もっとなんか枠にはまってとか言うんです。すごく真面目な方ですね。まあまあ、やっぱ生い立ちがありますよね。やっぱあのね、あの親父がまあね、え、いいじゃないですか。まあまあいろいろあってね。いろいろあって。まあ兄弟仲悪いのもまあそういうのが原因なんですけど、話がいろいろどちらかっちゃってすみません。まあね。でもやっぱりね、経済力大事ですから。あ、じゃあもう生きてくるの。きっとこれからご結婚される女性の方は幸せにしてもらいますね。幸せしてもらいますねっていうか、ね、幸せな家庭をね。そのためにいろいろ頑張らなきゃいけないですからね。そのために頑張る。もう素晴らしい、もう、あ、もう番組終了1分前。なんかどうぞお好きなこと、お好きなことをお話しください。どちらかっちゃって、はい、すいません。うん、もうここまで来たらもう最後ラスト1分。いや、もう何よりもあのインソール買います。本当、はい、買わせていただきます。あれ本当にいいの？もう絶対です。ご両親とか結構高齢ですよね。はい、膝痛くないですか？はい、もう見て、さっき教えていただいて、もうこれ買います。私ね、あれで階段上り下りできなかったっていう人が、階段の上り下りができるようになって、感激して、あれいないなって言ったら何やってたんですかって、いや、もう嬉しくてずっと階段上ったり下りたりしてましたって言う人がいたぐらいすごいんですよ。ちゃんとね。すごくないですそれ。買い方をちゃんとアピールして。うんうん。階段上り下りできない人ができるようになったんですよ。そのインソールつけるだけで。で、説得あってんのに何人かでね、その場から離れて、一人で階段上り下りするのが、そのね、仲間と会うよりも重要かつ、なんつう、嬉しいっていう、だから本当におすすめなの。もう絶対買うべきです、うんうん、はい、もっと買い方をちゃんと使ってもらう。買い方ね、もうちょっとね、工夫してとかって言われるんだけど、なんせそこら辺素人で。あ、もうそこをね、もっと広めたい、私も広めたいと思いましたので。本当、はい、ぜひぜひ、はい、人生豊かになりますよ。もう健康がね、大事ですから。本当、うん、健康にいい、ね、あといいですか、ね、お出かけもしたくなるし、特にこれから暖かい季節、はい、うん、だんだん、これは本当にいいと思います、うん、じゃあ時間がもうない、あの、そうですね、今度の28日の日曜日、うん、の夕方5時から出させていただきますので、はい、楽しみでしょうがないですね、はい、ギターボーカルジョーと申しますので、ぜひ見てください。楽しみにしてます、はい、も
時間か、お時間か。あ、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。